北朝鮮は今日米韓合同軍事演習を非難する談話を発表し、国連に即刻中止させるよう求め、必要であれば同じ方式で対応することができると警告しました。朝鮮中央通信によりますと、北朝鮮の外務次官は4日付けの談話で、米韓空軍の共同訓練などを挙げ、国連と国際社会は 合同軍事演習の即時中止を強く要求すべきと主張しましまたさらに、朝鮮半島と地域情勢は非常に懸念すべき方向に進んでいるとし必要なら同じ方式でいくらでも対応した自衛行動をできると警告しました。 今月13日からはさらに大規模な米韓軍事演習が予定されていることからミサイル発射など反発する北朝鮮の対応が懸念されています。